パパ宛ての手紙？はい、エルシャール・レイトンという宛名がここに。これは招待状？なんでレイトン教授宛ての手紙がここに来るんだ？ここはパパの名義で契約してあるから、届いても不思議ではないわね。そうなんですね。何何？アーレンダレムの遺産を発見した、その財宝をかけた謎解きゲームを開催する、記載の日時に我が城に集まられたし、符号をアリアドネ。21？ 何の数字かしら。アーレンダレムの遺産ってなんだ？有名な都市伝説ですよ。その昔、符号王とまで呼ばれたアーレンダレムが莫大な財宝を隠し持っていて、その財宝が今もどこかに眠っているという伝説です。城を舞台にした謎解きゲーム、面白そうね。しかももし勝てば大金持ちになれるってことよね。バザー！おい、落ち着けカトリー。これはあくまでレイトン教授宛ての招待状ですから、謎解きの権威であるレイトン教授に参加してほしいのではないでしょうか。だったらパパ以上に優秀である私は参加してもいいってことになるわね。いつ超えたんだ。面白いじゃない。アーレンダレムの遺産をかけた謎解きゲーム、その勝負、この私カトリーエール・レイトンが勝利してみせましょう。どんな謎も全て解明、それが我がレイトン探偵社のモットーです。そして今日も何とも不思議な案件が舞い込んできたようです。ここがアーレンダレム城。なんとも不気味な城だな。今ではすっかり放置されているそうですけど。さ、行くわよ。またなんか出そうな感じ。やめてくださいよ。あら、カトリーじゃない、うん、こりゃ思わぬ参加者が来たもんだ。七不号の皆さん、勢ぞろいですね。久しぶりね、カトリー。ご無沙汰しております、リドリー市長。金持ちばかりが招待されてるって、こりゃ本格的なゲームだぞ。そのようですね。ようこそアーレンダレム城へ。私が皆さんをこの城にお招きした符号アリアドネだ。今から8人の皆さんに財宝をかけた謎解きゲームに挑戦してもらう。早速始まるのか。楽しませてもらおうじゃないか。ところで、レイトン教授の姿が見えないか。私は娘のカトリーエール・レイトンよ。このゲームは私が代理で参加するわ。そんな都合よく。いいだろう。いいのかよ。では早速ルールを説明しよう。皆さんには今から3つの謎解きに挑戦してもらう。その正解数が最も多かったものを勝者とし、財宝を分け与えよう。ただし、それ以外のものは敗者とみなし、罰としてそれぞれの秘密を公にさせてもらう。秘密を公に？何ですって？一体何を企んでいるのだ。全ての手がかりはこの城の中にある。早速ゲームを始めよう。では第一問。諸君、
そこから右に見える赤色のドア、希望の部屋に入りたまえ。制限時間は10分。ゲームスタートだ。これは私たちの肖像画じゃない。何枚か逆さまに飾られているの。なんだか不吉ですね。あれがこの部屋の謎ですね。なになに？お前たちの数字と照らし合わせ謎を解け。そうすればお前たちの罪が見えてくる。謎、その名前を答えよ。私たちの罪、一体どういうことでしょうか？お前たちの数字っていうのはこれのことかしら。ああ、それね。そうだそうだ、忘れておった。これと照らし合わせるということですから、皆さん自分の肖像画のところにこのカードを置いてみましょう。1から23までバラバラの番号ね。21に関しては重複しているが。全ての謎は解明されました。もうですか？と言ってもまだ途中ですけどね。全てじゃねえじゃねえかよ。カトリーちゃん、その途中までの推理ぜひとも聞かせてくれないか？では今回は特別に教えちゃいましょう。まずこの番号のカードはそれぞれ一文字のアルファベットを表しています。アルファベット？1を A、2を B、3を C というように考えていって、この8つの数字をアルファベットに置き換えてみましょう。するとこうなります。なんだこりゃ。意味がわからんが。まだです。肖像画の中に上下逆さまのものが4枚ありますね。その4枚については上下逆さまにしてみましょう。すると W は M となり、 N は U、 U は N となって、これはマウンテン、山か。その通り。おお、さすがカトリーさん。けどこれでは回答として不十分だわ。謎はその名前を答えようだから、具体的な名前を答えなきゃいけないんだと思うけど、その手がかりがどこにも。そういうことか。ん？さあタイムアップが迫っているぞ。答えが分かった者はドアのそばに立つ鎧の騎士の耳元で答えをささやき部屋を出るのだ。鎧の騎士、あれですね。私は答えが分かった。え？スカーロイドさん、本当なんですか？ああ、悪いが先に抜けさせてもらう。おい、教えてくれないのかよ虫かい。私も答えが分かったわ。え、マジかよ。なるほど。山の名前というと、あれ以外考えられないな。そうね、あれですよね。えー、おかしい、おかしいわ。このカトリエヌ連合がみんなに奥に当たるなんて。それもまたすごい自信だな。タイムアップ、クレードエベレスト。当てずっぽうで言うな。ただいまの謎、正解者はカトリー以外の7人、カトリーだけが不正解。くなくなくな。カトリーさん落ち着いて。この私が謎解きで負けるなんて考えられないわ。では続いて2問目といこう。青色のドア、輝きの部屋に入りたまえ。次は絶対勝つ。どうしたのアンドレア、本当に大丈夫なんでしょうか。このままゲームに乗ってしまって。やっぱりこのゲームの主催者は10年前のあの。あなた、お父さんから聞いているのね。はい。大丈夫よ、難しく考えることないわ。さ、行くわよ。おい、カトリー、いつまで悔しがってんだ。次も制限時間は10分。ゲームスタート。一見普通の部屋といった感じだが。見て、また謎があるわ。宝の地図は輝いている。宝を見つけ出せ。宝？そういうことね。え、もうわかったのか。カトリーちゃん、宝どこにあるんだ？
今度は教えない方がいいんじゃないですか。もちろんと言いたいところだけど、今度のは見つけ出せという内容だから、私が見つけてしまいましょう。鍵となるのはこのメッセージにある宝の地図は輝いているという言葉。この部屋で輝いているものといえば一つだけ。ステンドグラス。そう、これが宝の地図になっているのです。言われてみると確かに部屋と同じ形だが、そしてこのステンドグラスには2箇所だけ格子がクロスして×印を作っている場所があります。その2箇所が宝の在りかを示しているのです。この部屋の間取りで考えてみると、×印に当たる場所は机とソファーがある場所だな。の、こんなものが。よし、開けてみるんだ。ダメだ、鍵がかかってる。待って、机の引き出しの中にこれが。それがケースの鍵なんじゃない？開いた。これは。なんだこの厚紙は。宝石のつもりらしいな。同じ宝石にも形の違うものが何種類か混じってるわ。三角形のもの、四角形のもの、八角形のものまで。どういうことだ。見てください、蓋の裏にまた別の謎が。やはりここからが本番ね。謎、宝を選べ。宝の形はあの日のお前たちの人数を表している。あの日の人数。どうしました、皆さん。ああ、いや、さあ謎を解こうじゃないか。そうね、考えましょう。この厚紙の中から答えとなる宝石を選ぶわけだな。どうしたカトリー。足りないわ、この部屋には手がかりが足りない。え、これは解けるはずのない謎だわ。さあタイムアップが迫っている。答えが分かった者は鎧の騎士の耳元でどんな形の何の宝石か正しく答えよ。さあ答えるとするか。え、そうね、答えましょう。おい、マジかよ。カトリー、また負けるぞ。宝石の種類に関しては手がかりがあるわ。本当ですか。あの時計なんか変ですね。針が一本しかねえな。っていうか文字盤が数字じゃねえぞ。あれは時間を表しているのではなく、誕生石を円で表現したものよ。誕生石。12時の場所にある T、 これは12月の誕生石ターコイズを表している。同様に3月はアクアマリンの A、 6月はパールの P、 9月はサファイアの S。 なるほど、ということは針は4時の場所を指しているから。答えとなる宝石は4月の誕生石ダイヤモンド。おお、分かってるんじゃねえか。いや、でもまだ。そう、ダイヤと分かってもどの形が正解かが分からない。唯一の手がかりはメッセージに書かれている宝の形はあの日のお前たちの人数を表しているってところ。ただいまの謎、正解者はカトリー以外の7人。カトリーだけが不正解。やはり七角形が正解だったか。悪いね、カトリーちゃん。いえ、それより聞かせてもらえませんか。7人の富豪の皆さん、あなたたちの過去に一体何があったのか。何のことを言ってるのかしら。今の謎の正解は七角形だそうですね。けどあの部屋の中に7人というヒントを示す手がかりはありませんでした。なのに皆さんは謎を解くことができた。その7人というのは皆さんのことなんじゃないですか。皆さんは私の知らない何かを知っている。それはアーレンダレム氏の遺産と深く関わりがある。違いますか。まあまあカトリーちゃん、いろいろ詮索したい気持ちはわかるが、今はこのゲームに集中しよう。天才探偵カトリーならどんな謎もきっと解ける。そうだろ。そう、その通りよ。確かにその通りですね。ということでノア君、あとはお願いね。え、カトリーさんどこへ。まだあと1問残ってますけど。私が本当に解くべきなのは別の謎だから、城の探索してくるわ。よろしく。
本当不気味な城ね。本当に良かったのか？シャーロ、ついてきたの？こっちの方が面白そうだからな。あっちはノア一人で大丈夫だろう。カトリー、これはどういう作戦だ？ゲームの主催者、富豪王アリアドネは最初にこう言ったわ。全ての手がかりはこの城の中にある。あの7人は何か秘密を握っている。それを知らない私が謎を解くためには別の手がかりを探さなきゃダメだと思うの。その手がかりが城の中にあるってわけか。そういうこと。探索してればアリアドネに会えるかもしれないしね。なんだと。ではいよいよ3問目だ。緑色のドア、裏切りの部屋へと入り構え。さあ行きましょう。カトリーさん、ここはアーレンダレム氏の書斎かしらね。なあカトリー、このゲーム主催者の狙いは何だと思う？鍵はおそらく七富豪たちに関わりのある10年前の事件よ。やっぱりこのゲームの主催者は10年前のあの。これまでの2つの謎は10年前の出来事を知っている人間にしか解けない謎。主催者アリアドネは七富豪たちがその出来事に関わっているかを確かめたくてこのゲームを仕掛けているのかも。あの7人が何かしたってことか。この本棚。おお、なんだこれは。これはトランプ。今回も制限時間は10分。それではゲームスタートだ。ここに謎があります。お前たちは宝を奪い心を奪った。その罪と向き合え。そして彼の言葉を刻み込め。一体どういうことなんでしょう。これはなんだ。土地の権利書だわ。権利者はファーロン・アーレンダレム。土地の名前はマッカーサン。マッカーサン山。ひょっとして1問目の答えか。はい、こちらジェラルディン・ロイヤー。ああ、つながった。そのはしたない声はカトリーね。何か用？調べてほしいことがあるの。今から10年前マッカーサンってところで何があったのか。あのね、私は暇じゃないの。なんでそんなの調べなきゃ。え？アーレンダレムの遺産の謎が解けるかもしれない。もう時間がないぞ。やはりカトリーがいないと謎解きが進まないわね。あの、僕少し分かった気がします。何が分かったんだ。待ってください、彼は参加者じゃない。解いてもいいのでしょうか。いいんじゃないか。ダメなら主催者から注意が入るはずだ。ノア君、あなたの推理聞かせてちょうだい。はい、そのメッセージを見てください。宝を奪い心を奪ったとあります。宝と心、これはトランプのダイヤとハートを指しているのではないでしょうか。なるほど。その罪と向き合えとあるので、この部屋にあるダイヤとハートのトランプに向き合ってみたら何かわかるかもしれません。よし、ダイヤとハートを集めてみよう。数字に規則性はなさそうですね。また重複があるな。あ、そうか、1問目と同じですよ。どういうことだ。ほら、トランプは1つのマークにつき13枚です。ダイヤとハートなら 13×2 で26。 26、アルファベットの数と同じだな。はい、宝、心の順なので前半13個のアルファベットをダイヤのトランプに当てはめ、後半の13個をハートのトランプに当てはめてみましょう。さすがカトリーの助手ね。これまたわからん言葉が出てきたな。あ、これってどうしたの。この文字を並び替えれば。ユリアス。ユリアス・アーレンダレム。アーレンダレム氏の孫だったな。彼の言葉を見つけ出せ。あの肖像画か。ちょっと待ってください。
皆さんはどうしてアーレンダレム氏の孫について知ってるんですか？それだけじゃない、盗まれたダイヤだとか山の名前だとか、あなたたちは何か秘密を知ってるんじゃないですか？私から話そう。私たちはアーレンダレムの遺産の在りかを知っているのだよ。ここは勉強部屋ってことかしら。また随分綺麗な部屋じゃねえか。ひょっとしたらこの城には今もアーレンダレム氏の遺族が。どうした？おい、カトリー、これは。どうしたの？プレートの裏にこれが。アリアドネの糸を引け。おい、カトリー、どうしたんだよ。もし主催者アリアドネの目的が七不合への復讐だとしたら、ゲームはこの三問じゃ終わらない。取れたぞ。これが最後の一本。入り口が塞がれたぞ。なんだこれって。天井が下がってきている。さあ皆さん、最終ゲームを始めよう。これをトランプと呼ぶのは実は日本だけで、英語では切り札って意味なの。単にカードって呼ぶ国が多いけれど、日本と同じように独自の名前で呼ぶ国もあるみたいよ。富豪王アリアドネとは誰なのか、犯人はこの中にいる。次回、レイトンミステリー探偵社、カトリエールと大富豪アリアドネの陰謀後編。現実はいつも稀有なものなのです。